北条軍が大蛇の反乱鎮圧軍に襲撃を受けているとの報に、真田幸村は救援に向かった。鎮圧軍を率いるのは宝徳。義軍が大蛇軍と同盟しているため、大蛇の手先として戦わされている。弱小ながら大蛇に抵抗を続ける北条軍と大蛇に代われる我が身を比べ、宝徳は内心じくじたる思いがあった。幸村は北条軍と宝徳の死魂を救うべく戦いに臨んだ。あの方は進むべき道に迷っておられるのでは？ならば我らの志を示し仲間に迎えましょう。よし、今だ。北条軍を罠にかけてやれ。北条軍は動きを強い。結束は脆いぞ。遠慮はいらぬぞ。いざ。オロチ軍に降伏するより生きる道はないぞ。我ら俳優は必要じゃが、この状況では。北条軍は可兵、しかも戦意に乏しいようです。撃破されれば敵に突っ危険も。とにかく今は北条の危機を救うのが先決だ。ここは引かねばなるまい。敵将打ち取ったり。大活躍ですな。今の我らでは大した助けにならぬだろうが。違うがいい。今後は何があろうとも戦い抜け、北条一族の誇りにかけて。信念を貫き、信じて勝負する。それがしはどうだ。これでいいのだろうか。これはどうにもならぬ。敵将討ち取ったり。冴えていな。我が力存分に味わうがいい。危うく武士の誇りを捨てるところであった。もはや敵に下ろうなど夢を思うまいぞ。次に会った時は貴様の最後だ。敵将打ち取ったり。大活躍ですな。うわ、強敵を負けて北条一族の誇りを忘れておった。以後小田原城より堅固な心でオロチと戦おうぞ。うわ、そうだな。あとじゃ、いざ尋常に勝負。わしは死ぬとない。うわ、死ね。で、お願いします。後を頼みました。敵将撃ち取った。これもやりますね。救援かたじけない。うわ、この上は最後の一兵になろうと戦う所存。
に下るしかないか。で、上のは遠慮はいらぬぞ。いざ。のは。のは。で、光はあるまい。敵将撃ち取った。大活躍ですな。のは。お助けいただき感謝の言葉もござらぬ。もはや迷いは晴れた。我らも戦い抜く。我が手自分がいい。負けろよ。いざ勝負。大津戦いに組み立て月影よせや。よっしゃ。鮮やかなお手並み。こちらに配らんなら全力で潰すのみ。月星にお任せを。これはどうにもならぬ。敵将を撃ち取った。冴えていな。引きやられた。敵将撃ち取った。大活躍ですな。八分もあるな。負けの日もある。敵将撃ち取った。腕を上げたの。この一手で戦局を変えてみせます。終わりです。今なら敵主力を攻撃できる。北条軍は敵を迎撃、我らは追撃に入る。真髄を見せてやる。屋敷一つだ。身をもって死ね。ゲスメ、これ以上の狼藉は許さねえ。貴様はここで口当てろ。魔王こそ攻め立てよ。乱世を鎮める力蓄えてまいる。敵将撃ち取った。鮮やかなお手並み。はい。貴様の最後だ。敵将撃ち取ったり。大活躍ですか。やられた。敵将撃ち取ったり。耐えているな。これは手に負えぬ。敵将撃ち取ったり。大活躍ですか。我が力存分に味わうがいい。せいぜいあがくがいい。敵将撃ち取ったり。俺もやりますね。攻め立てよ。皇族殿、あなたの場所なぜオロチに従うのか。それがし、刃以外で語る言葉を持ち合わせる。参る。戦には頭も必要でしょ。ノア、ついで。
義と袂を分かち、行く末を見届ける。